市民メディア宮崎 CNN のニュースの時間です。キャスターの宮崎花子です。12月25日、クリスマスでにぎわう宮崎市の中心市街地で今年最後の町市が行われました。今回は24店舗が出店し、自慢の商品を訪れた買い物客などに売り込んでいました。宮崎市の一番街商店街振興組合では、町を元気にという中心市街地の活性化と宮崎県産の地産地消のブランド化をサポートするために、今年4月から毎月第4土曜日の午後に町市を開催しています。4月20日に発生が確認された皇帝駅で一時休止されましたが、収束宣言後の8月28日に町市が再開。宮崎県産の農産加工品や水産加工品はもとより、ワイン、蜂蜜、味噌、醤油、竹炭製品、なんとワンコインマッサージも。個性あふれる店舗が街に戻り、人通りも皇帝駅前と同じほどになりました。クリスマスということで、街市で活動するボランティアの皆さんはサンタクロースの衣装で買い物客などを出迎えていました。昔は青空市場があったので便利が良かったけど、街中にこのような市が定期的にあるといいですねと、街市に訪れた70歳代の女性が話していました。青空市場とは、戦後に開設された宮崎初の生鮮市場であるショッピングセンター青空のことです。宮崎市役所の近くにあり、市民からは青空市場として親しまれてきました。60年代初めには約300平方メートルの広場に40軒以上の店がひしめいていました。取材した大谷記者が子供の頃、祖母や父母に連れられてきたことがあるとのことです。PJ ニュース、文化ストリート商店街、取り残された場所を歩く、宮崎で。紹介した文化ストリート商店街もそうですが、昔は市場が身近にあり、街には活気がありました。買い物に困ることもありませんでした。先般、高齢者における買い物難民が社会問題化しつつあります。このような街市や宮崎県庁前、楠並木、朝市などのように、定期的に街中で市場を行うことは、買い物だけではなくコミュニティ作りとしてとても大切なことではないでしょうか。近所のスーパーでは売られていないような巨大な大根を見ながら、大谷記者は街市会場を後にしました。ニュースをお伝えしました。宮崎花子でした。